体重チョンテセ選手。なんか最近筋トレ頑張ってるみたいですけど。いやもう韓国の企画でやってるでしょあれ。まあもう人間ブルドーザーですからね。はい、まあまあ僕はねチョンテセ選手は、面白いんですよ。ものすっごいいろんな場面、いろんなユニフォームをお互い着て対決したんですけど、全部やったんじゃないですか。フロンターレのチョンテセ、スウォンのチョンテセ、北朝鮮のチョンテセ、ボーフムのチョンテセ、結構やりましたね。清水のチョンテセですね。もう5クラブと対戦してるのか。はい、結構やってますね。どうすごいんですか。まあ嫌ですよね。やっぱりこう球際のとこもそう、ゴールに矢印常に向いてくるんでバッチバチなんでね。はい、まあやっててやりがいがある相手ですよね。はい、まあでもやってて楽しかったです。自分のなんかこう守らなきゃとかっていういい意味でいいスイッチを入れてくれるフォワードでもあったので、はい、やってて楽しかったですね。9位小林悠選手です。フロンターレ時代ですね。まあ、僕同い年なんですけども、まあ、まさに、まあ、消える動きっていうのは、まあ、彼にぴったりの言葉なのかなと思いますけどもね。まあ、これだけ得点量産してるのもそういう真面目なプレーだったり相手ディフェンダーに捕まらないような駆け引きがあってこそですから、僕も何回点取られたか分かんないですけども、それぐらいやっぱりいやらしいフォワードでしたね。あ、切られたみたいな時あるんですか。まあ、一瞬ですね。はい、一瞬ボール見た瞬間にもう背中取られてるんで、うん、やっぱこういろんな小学生フォワードがいる中で参考にした方がいいフォワードだと思いますけどね。ちょっとだけもうちょっと聞きます。消えるっていうのは、はい、何ちょっとしたステップで消えちゃうんですか、それとも、うん、まあ、ボールホルダーに対して一瞬ディフェンスがそっちに目を向いた瞬間の背中を取る動きで、背中から前に入ってくる動き、ディフェンスラインを下げさすような動きっていうのがやっぱできる選手ですから、いや、なかなか捕まえづらい選手ですよね。背中を取る動きっていうのはちょっと回らせられてるんですか。いや、っていうよりかはそうですね、常にこうボールと相手を見なくてはいけないディフェンスの視野の確保の中から、自分のマークを見えない動きをするっていう、はい、まあ嫌なんですよね。はい、触れる位置に行ってほしいけど触らせてくれないとかね。はい、伝わりますかね。伝わります。はい、当てたら、体当てたらいけるんだろうけど、はいはい、当てられない。そう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 、はい、それが小林優ですね。では8位、はい、ミスターストイック武藤義典選手です。鍛え上げられた体、練習量、多分これまでいろんな選手見てきましたけども、ダントツ1位だと思います。このサッカーに対する考え方、向き合い方、トレーニングの量、どれをとっても努力の賜物ですね。体も含めてプレーも技巧そうなんですよ。技巧そうなんですけどめちゃくちゃ努力家なんで、はい、あといいやつ、キャラクター、人間性、花丸ですね。はい、あの細マッチョはぶつかるとどういう感じなんですか。はい、細マッチョじゃないですよ。もう全然細くないです。もう分厚いし、一番多分あれじゃないですか、クリスチャーノ・ロナウドの体に似てる日本人スタイル、日本人の体だと思いますよ。脱いだらすごいですから、腕の太さとかね。で、脱ぎたがりなんで、それさえなかったらもっと上位だったかもしれないですね。ヨーロッパから戻ってきた、はい、J リーグに戻ってきた選手が、はい、意外となんていうかな、この、まあ、つまずいたりするっていう活躍がなかったんですけど、はい、今年ビッセルがそれで行きましたよね。はいはいはい、なんかそこの背景、ビッセルのものになってて、なのかな、逆に言うとどういう難しさがあるんですか、ヨーロッパの。まあ、ヨーロッパのサッカーに慣れてる選手は J リーグのその縦に速かったり、まあ、気候だったり環境のところでの問題っていうところがある中で、やっぱそれ以上のコンディション面を作る上でものすごく大事だと、難しさがある中で、やっぱそれに負けない練習量をこの武藤義典はやってましたよね。
まあいろんな見方がある中でなんとかなるでしょってやってきたこれまでのヨーロッパから帰ってきた人たちに比べるよりかはもう完全努力と練習量でもうあの相手を黙らせたっていうのが武藤義則ですね、はい、すごいですか練習量。練習終わった後にもう右のコートの方で練習やってると思ったら気づいたら左のコートの方に練習行って、でじゃあマッサージ受けに行くかなと思ったら今度端っこの方で走り始めたり、そんなにやっぱトレーニングするんだみたいな。トレーニングしないとなんか自分の中であの次点が取れるって思えないらしいんですよね、うん、それぐらい努力の選手ですからね。食べ物はめっちゃストイックに食べる、めちゃくちゃ選びますよ、はい、何時に何を食べるかとかもうそこまで やってますからね。マジで写真集出したら俺買いますもん、それぐらい綺麗な体してる、うん、マジで一番ロナウドに近いんじゃないですか。第7位佐藤選手です。まあ僕がプロの門を叩いてピッチの上もそうですし、ピッチ外でもものすごく面倒見てもらった先輩ではあるんですけど、試合に出れてない時は紅白戦で常に練習中マッチアップしてたんですけど、先ほど小林悠選手が相手の背中を取ったり消える動きって言ってますけども、まあもう元祖ですね、元祖ワンタッチゴーラーの消える動きをする選手ですから、まあ佐藤寿さんがよくインタビューで言ってるのが、僕は体が大きいわけでもないし体が強いわけでもないし決して速いわけでもない、ただその一瞬の動きでゴールを取ってきたっていうことを言ってるんですけども、まさしくそのボックス内でのその動き方とかワンタッチの技術っていうのは J リーグのこれまでの30年の歴史の中でももうダントツ一番うまいと思ってて、はい、たくさんのプロとはということを教えていただいた先輩です。左利きですよね、はいはい、このディフェンダーが左利きの選手に対峙する時の難しさというプロレムってどういうものなんだろう、うんうん、はい、まあ、久里さんに限っては左利きではあるんですけども、背が低いにはかかわらずクロスを頭で合わせられる選手でもありますし、で右足のシュートもなかなかうまい方なので、まあこの人には左利きだからどうこうっていうのは通用しなかったです、はい、あとは思い浮かぶのが、うん、とても優しい人だ、優しい、はい、でもメディアでこう取材してて名前呼んでくれるのはマッキーと、うん、はい、久里さんだけですよ。あ、そうなんですか。何か広島にそういう土壌があるんだろうかというのが、はい、あ、本当ですか。知りたいんですけど、僕は久里さんにいっぱいいろんなことを教えてもらったので、だからプロとはっていうところでピッチの中だけじゃなくてピッチの外でもプロサッカー選手は夢を与えなきゃいけないんだよっていうのを久里さんから教えてもらったので、はい、僕今の僕があるのは久里さんからいろんなことを教えていただいた形そのものなので、はい、まあちょっとね衝撃受けた一人なんですけど、川崎フロンターレにいた背番号10番レナト選手です、はい、もうレナトはちょっと苦しめられましたね。このレナトはもうちょっと次元が違いましたね、はい、左利きなんですけど膝下の振りドリブルの速さで90分間とにかくゴールにひたむきに向かってくるあの矢印はちょっと止められなかったですね。何かこう得意な形みたいなの持ってるんですか、うん、レナとか。いやもう常に左足しか使わないんですけど、もう緩急であとボックスの外でもシュートガンガン決めれるんで、マジで気化してくれと思ってたんですよね、はい、であと川崎から中国に移籍した時に、あ、これで対戦しなくなくなるラッキーってちょっと思ってた自分もいました。それぐらい川崎と試合するときレナトがいるの嫌だったんで、いわゆるあの飛び込んだらかわされるし、距離を置くと打たれる、はい、打たれるし、もうどうしようもなかったですね。一回那須さん森脇牧野の3バックで対決したときの真夏にもう
チンタコにされたんですよね、川崎、まあ、レナートに。で、那須さん大丈夫って言ったら、もうこんなん止められねえよみたいなのを言ってる時があって、ちょっとレナートは反則だなと思ってました。第5位は鹿島アントラーズでも活躍したフォワードマルキーニョス選手です。広島の時にも対決したりだとか、もうとにかくマルキーニョスのフィジカルの強さ、スピード、一回ね、リフティングボックス内でリフティングみたいなのしてポーンってボール浮かして決められたことがあって、あ、もうかなわないなと思いましたね。イメージとしてはもうマルチに何でもできるっていうイメージ、はいはい、どうなんですか。いや、何でもできますね。あとイケメンだし、体強いし腕強いし、シュートのパンチ力もすごかったですし、あの髪長くてリストバンドはめてる時あったじゃないですか。かっこよかったね、うん、止められないし、かっこいいし、シュートうまいしね、うん、やっぱそういう容姿からも入るじゃないですか。そんなこと白石が思うのって今ちょっとみんな思ってます。いやいやいや、思うんですよ。背負ってる、背負われてる時ね、かっこいいなとか、ちょっとこう腕触れた時のあの背筋のボコっていう感じとか、すげえなみたいな。お尻の位置とかね、ブラジル人選手はお尻の位置がぐっと上に、背中に近いところにあるんで、そういう一つ一つの筋肉の質とかを見ながら、いや違うなと思ってましたね。いつのマルキーニョスが一番すごかった？鹿島の時、はい、3連覇中の時じゃないですか。めっちゃすごかったっすよ、うん、なんかマルチに何でもやられるっていうのは、うん、こっちがこう準備しててもその上を行くというか、まあまあそうですね、うん、マルキーニョスはちょっと衝撃受けましたね。はいはい、第4位、名古屋グランパスのフォワード、ジョー選手です。いやー、苦戦しましたね、ジョーもね。まずボール見えない。ボール見えないですね。ボール見えないのもそうだし、ボックス内のクロスに対してももう空中戦も強いし、でディフェンダーがヘディングでいったボール胸で収めるし、懐深いし、いやー、日本人フォワードにいないタイプでありましたね。はい、ボールを隠すってこうやってやるんだとか、うん、っていうあのプレースタイルでしたね。ボールを隠すっていうのは、はい、ディフェンダーとボールの視界に入って、はい、こう、そうですね、はい、であとはディフェンダーにとって触れない位置にボールを置くっていうのをやっぱりこう瞬時にできる選手ですよね。でディフェンダーが強くいくとそれをうまく利用して反転してシュートまで持っていくっていうのをやってたので、僕も何回もやられましたし、しかもああ見えて結構足速いんで、まあ成功と思いながらやってましたよ。成功いなと思って、成功ずるいみたいな、ずるいなと思って、はい。これでもそこの早く来てすぐに活躍できるっていうのは、うんうん、なんていうかな、その日本の文化にアジャストしたり、芝生の違いとか気候の違いにアジャストしたりだとかっていうのはあると思うんだけど、はい、それ相当なことなんですけど、ブラジル人が J リーグに来て、うん、はい、すぐにその短い時間で実力を発揮するっていうのは、でも相当難しいと思いますよ。例えば日本のサッカー J リーグもそうレベル低くはないですし、あとはどのチームに来たかだと思います。レナとは川崎っていう攻撃的なサッカーで自分がうまくはまった、名古屋っていう当時のそのカウンターサッカーのところでもやっぱりこうボックス内で仕事ができるっていうところを考えたときに、すごくこうチーム選びが良かったっていうのはあると思うんで、自分の能力を生かしてくれる仲間たちが周りにいたっていうのはあるんじゃないですか、うん、そう簡単にね、やっぱりこう J リーグでじゃあ活躍できるかっていったらそうでもないですからね、うん。3位、ピチブーことウェズレです。まあこの人ね、若い牧野がもうのとにかくこう打たれても打たれても起き上がり、はい、倒されて倒されても這いつくばり、なんとかついていって鍛えてもらった選手ですから、いっぱい学びましたウェズレーから。いっぱい倒されて、うん、それぐらい鍛えてもらった選手ですね。まあ、おっしゃる通り、その重戦車は強いフィジカルなのに、はい、重いのがちょっと速いみたいな。そうですね、はい、もうお尻が肩甲骨ぐらいにあるんじゃねえかぐらい、もうとんでもなかったんですよ。もうお尻の位置が
いやもう本当に肩甲骨は言い過ぎましたけど、もう腰ぐらいに背なあのお尻があるんで、ボールキープされる時にもうお腹ら辺にとてつもない筋肉があるわけですよね。で振りも速いですし、で足も速いし、こういう選手を止めないと俺 J リーグでやっていけないんだろうなって思ってましたね、はい。だから毎日の紅白戦が僕にとっては J1 のトップトップの戦いだったので、佐藤久とウェズレーっていうこの2枚を1年目の僕は抑えられたら J リーグで活躍できる日本代表になれると思ってたんで、とにかく練習中からその2人にわざとガツガツ強くいくことを意識してやってました。ウェズレーは多分日本 J リーグの中でも1位2位を争うぐらいの惜しいだと思いますよ。いやもう羽生えてたんだもん、あれせこいよね、あれはあれはせこかったな。であとめちゃくちゃいいやつなんですよね、焼肉めっちゃおごってくれるんですよ、はい。何回おごってくれたんだろう、それぐらい焼肉いっぱいおごってもらいました。やっぱり肉はめちゃくちゃ食べるの、めっちゃ食います。あとめっちゃ後輩思いです、はい、めっちゃ後半思いなんで、練習終わったらご飯行こうみたいなね、みんなを誘ってよく行ったりしましたね。外国人から誘って行こうっていうのはなかなかないないっすよね、はい。で僕らはね、1円でも浮かすためにいい肉食べるためにもう腹すかして行ってましたよ、はい、俺たちもあのお尻みたいになるんだって言って2位、はい、今ヴィッセル神戸、今年ね得点を MVP 取りました大迫選手2位です。まあ半端ないでしょ、ね、ボールキープ、得点のパターン全てにおいて半端ないですね。代表でも長く一緒にやりましたし、昨年はねチームで一緒にやりましたけども、まあディフェンダーが本当に嫌がる、うん、フィジカルで勝負してくるんだったらそのフィジカルをさらにねじ伏せてやろうバリの力でねじ伏せられますしね、空中戦の強さもそうですし、大迫ここにありっていうプレーばっかりですよ、はい。あと武藤と同じ感じですけども、年々練習量もぐっと上げて誰よりも練習してますから、うん、サッカーに対しても真面目でひたむきにやる選手ですね。2位の選手1位の選手双方なんですけど、はい、こういう想像します。我々自分たちの草サッカーチームに大迫がいて、うん、自分の後ろで守ってたら、はい、どんな感じになるんだろうっていう想像をしたりもするんですけど、はい、実際に後ろで守ってて、はい、前線にその大迫さんがいるっていうのは、うんうんうん、どういう感じになるんですか。まあ、見方としてはロングボール1本で裏返せるっていうところはやっぱりこう、まあ、彼の味方にいるとやっぱいいところですよね。で自分が対峙する上ではやっぱりこう嫌なのが足が出せないっていうね、やっぱ賢い選手なので、なんていうんですかね、一回聞いたことあるんですよね、彼にどうやってボールをキープするのって言った時に、相手の膝を押さえてるって言った時に、結構どのコーチだったりいろんなフォワードって相手のディフェンダーに体を預けるじゃないですか。でも大迫は体を預けるのと同時に自分で相手のディフェンダーの膝に手を当てて押さえるんですよね。ってなると足が出せなくなるっていうものすごい賢いことをするんですよね。でそれどうやって覚えたの、さブンデス行って190ぐらいあるディフェンダーに体を預けて押さえようとしても無理だと。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、体を預けながら腕をうまく使って相手の膝に手を置くことでボールをキープできることを覚えたっていうのを言ってて、めちゃめちゃ賢いなと思って、そこから僕は大迫ってこういうすごい選手なんだよっていうのをこの話をずっとしてます。第1位は興梠慎三選手です。はい、天才です。もう何をしてもトップレベルでいろんなことを、うん、表現できるし、なんで海外に行ってないのか、なんで日本代表でずっとプレーできてないのか、いまだに謎すぎて、はい。で誰に聞いてもどのアンケート取っても必ず上位にいる選手じゃないですか、はい。そうですね、まあ、一緒にやってすごさはもう当たり前のように分かりますし、人間性もものすごい花丸ですし、
練習試合があったりとかすると、対戦相手からどうやってボールを受けるんですかとか、どうやってボールを収めてるんですかっていう質問にもちゃんと答えてあげてるし、ファンサポーターにも優しいし、やっぱフォワードってこういう選手なんだなっていうのが興梠慎三ですね。そこに本当にもう一個付け加えるならば、草サッカー選手が憧れる、プレイヤーのナンバーワンですよ。ああやって前線で真ん中でボールたくさん受けて何でもできる、さばけようってゴールまで入っていける、ああなりたくてみんなやってますよ。そうですね、あれができないからサイドとかあれ、いやいや、そうなんですよね。あの多分今ランキングでダーって僕言いましたけど、やっぱり1位だからこそなんですけど、ドリブルもできますよね。でパスも出せて、で空中戦クロスに対しても入っていけるし、でオフの動きで仕掛けられる、全部できんですよね。で PK も蹴れる。唯一できないのがボックスの外からのシュートなんですよ。こんな100何点取ってんのに、多分1点しか取ってないんですよ、ボックスの外からシュート決めれるの。唯一苦手なのがロングシュート。ただもうそれ以外は全部パーフェクトにこなすんで。でもめっちゃ足早いんですよ、めっちゃ足早いんですよ、あれもうキューンって もう1歩2歩めちゃくちゃ速いですからね。いやー、フォワード生まれ変わったらフォワードこういうタイプになりたいなと思いますよね。まあいいっすよね。小林優、佐藤久人の裏抜け、背中の取り方とはまたわけが違うんですよね。なんだろうな、嬉しかったですもん、1位だって言って、ちょっと勘弁してるんだなみたいな。俺は草サッカー選手がなりたい選手ナンバーワンですよ、ああいう風にやりたい。なんかね、せこいんですよね、優しいし、優しいんですよ。あの空港とか駅でね、まあ、僕らでこうやっているじゃないですか。で店員さんに1万円パッと渡して、この1万円で後ろにいるファンとかサポーターにコーヒーでも買ってあげてくださいって言って渡すんですよ。かっこよくないですか？で何も言わないんですよ。で言うのは俺らが言うんですよ、後ろのファンとかに。あ、興梠慎三からなんか好きなの買ってって言ってますんでって。かっけえよなって。俺だったら絶対自分で1万円置いて、あ、1万円あるんで好きなの買ってって自分で言うんですけど、何も言わないってあれかっこいいですよね。後ろで守ってて、彼が前にいるっていうのはどういう方になるんですか？一番思ったのがパスミスをナイスボールにしてくれるんですよね、やばいミスったとか、逆だったかっていうのをナイスボールにしてくれるんですよね。でアシストに変えてくれるんですよね。それぐらいこっちが意図としたパスではなかったけど、動きの押しの速さとかテクニックでそれをナイスボールにして手叩いてグーってやってくれるんですよね。そんな選手いますっていう、逆にごめんって思ってるのをナイスボールって言ってくれるんで、やっぱ出しがいがあるんですよね。